はい、いごご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品はスタンダールル作、パルムの創印です。作品に入る前にその「あらまし」について作者スタンダールは1783年1月23日フランスのグルノーブルに生まれました。 グルノーブルはフランスの南東部アルプス山脈の麓イゼール川沿いに位置し周囲を大きな岩山で囲まれた町ですイゼール県の県庁所在地でありパリからはだいぶ離れたところにありますスタンダールというのはペンネームでドイツの小都市シュテンダルに由来すると言われています 本名はマリ・アンリ・アンベール。グルノーブルの高等法院の弁護士の子として生まれました母方の実家も地元の名士でありスタンダールは幼少期を地方の名士の子として何不自由なく暮らしていました7歳の時に母が亡くなりましたその亡くなった母を修正、 異常なまでに偏愛し続けその反動で実務家で応答派の父を激しく憎み続けたと言われていますそのためスタンダールは父とは正反対のロマンチストの共和主義者としてその後の生涯を送ることになります父親の期待を受けて勉学に勤しんだスタンダールは1799年 優秀な成績で理工科学校の入学試験に合格しますしかし慣れないパリの生活でノイローゼになり母方の祖父のアンリ・ガニオンのいとこのノエル・ダリュの家に引き取られますダリューの息子が当時陸軍省の事務次官を務めていた関係からスタンダールはダリュの口利きで 陸軍将尉に任官しイタリア遠征に参加しましまた母方のガニョン家がイタリア系だったこともあり元来イタリアに憧れを持っていたスタンダールは遠征先のイタリアを気に入りそれ以後イタリアを第二の故郷と見なすようになりますなお祖国フランスは父のイメージと重なるためか生涯 好ききにななることとはできなかったと言われていますスタンダールは軍人となったものの実際には馬に乗ることも剣を振るうこともできずもっぱら女遊びと感激にうつつを抜かしていたと言われます。1802年には軍を辞めて輸入物を扱う問屋に勤めたりしましたが大陸封鎖令によって 海外貿易が途絶してしまったため1806年ダリューを頼って陸軍主敬官補の仕事を得てその後は官僚として順調に出世し1810年には定室財務監査官にままで昇進しますその後も経理畑を歩んでゆきますがナポレオン・ボナパルトの没落によって スタンダール自身も没落してしまいますその後はフリーのジャーナリストとして活躍しますナポレオンの没後イタリアに渡り現地の自由主義者と信仰を結びますがやがてスタンダールはフランスのスパイだという噂が広まり失意のうちにフランスに帰国します不遇の時代にスタンダールは 1822年39歳の時に恋愛論1830年に赤と黒を発表します特に元新学生による殺人未遂事件を素材に野心に燃える青年の成功と挫折を描いた代表作「赤と黒は」はその当時は評判にはなりませんでしたが 王政復古家のフランス社会を鋭く批判したものであり彼の政治思想の真骨頂がよく表現されれてていいると言われています1830年7月革命が勃発すると自由主義者として知られていたスタンダールに再び政治の世界から声がかかるようになりトリエステ駐在フランス領事に任命されました。 しかしオーストリアの宰相メッテルニヒの承認が得られなかったためローマ教皇領ジビタベッキや駐在フランス領事に転じました1836年から39年まで休暇を取ってパリに戻りパルムの僧印を書きました1842年パリの街頭で脳出血で倒れ 亡くなりました。59歳でした。墓所はパリのモンマルトル墓地墓碑名にはミラノ人アッティゴベイで書いた愛した生きたと記されています。パルムの総印は、赤と黒と並ぶスタンダールの代表作の小説です。 1839年に出版されましたこの小説はしばしばば当時主流だった「ロマン主義」とは180度違うリアリズム文学の初期の一例として挙げられ多くの文学者たちがこの作品を影響力の強い作品だと考えていると言われています。例えばオノレドバルザックは当時にあった 最も意義深い作品と言い,い、アンドレ・ジットはこれまでで最も偉大なるフランス小説と評したと言われています。レフ・トロシュトイも、この小説の中のワーテルローの戦いの描写にかなりの影響を受けたと述べていると言われています。この作品の主人公は、若いイタリア人貴族の ファブリス・デル・ドンゴナポレオン時代の彼の不運が物語の骨子です事件はイタリアのパルマ公国とコモ湖に面した城を中心に起きますがファブリスが戦闘に参加したワーデルローなどヨーロッパのあちこちも舞台となって登場します。ナポレオンを崇拝する青年ファブリスは、 ワーテルローの戦いに参加しますが、何もできないまま重傷を負います。ファブリスのおばで魔性の女、サンセベリーナ公爵夫人ジーナは、その愛人で腹黒い総理大臣モスカハクとともに、ファブリスをパルムの宮廷で出世させようと図ります。しかしファブリスはつまらない事件で殺人を犯し、 ファルネーゼ島に遊兵されます。そこで監獄長官の娘、クレリアと恋に落ちます。陰謀と軍隊のエピソードを交えたロマンティックスリラーのように物語は進行しますが作者スタンダールの鋭い人間観察と心理分析がさえわたる傑作であると言われています。この作品は、 作者スタンダール自身の手紙によれば口述筆記によりわずか52日間で書き上げられたと言われています小説の舞台はフィクションですスタンダールが小説に登場させたパルム大公エルネスト4世なる人物は存在せず当時実際にパルマ公国を治めていたのはナポレオンの皇后だった マリア・ルイザでしたこの小説のタイトルとなっている「パルムの総印」は現在もパルマ郊外に存在していますが物語の中でもたった一度それも最後のページに登場するのみでさして重要な意味を持っていませんがそれがなぜか物語のタイトルとなっています。 それでは次回より本文をどうぞ。